クライシスゾーン専用筐体、クライシスゾーンは、ナムコが発売した、アーケードガンシューティングゲーム、タイムクライシスシリーズの第3作目。タイムクライシスシリーズの外伝作品にあたり、シリーズ第2作のタイムクライシス2と同様の、打って隠れるやシーンごとの制限時間制が、採用されているが、ベスやワイルドドッグは登場しない。プレイヤーが使用する武器も、 相談数9発のハンドガンからシリーズ初となる相談数40発のサブマシンガンを採用。マシンガンならではの連射と振動するガンコントローラーを用い、敵兵や障害物をなぎ倒したり、吹き飛ばしたりといった爽快感を重視したゲーム性となっている。今作では一発で倒れない敵が多く、登場するためか敵に体力ゲージが表示されるようになっている。 2004年には日本国外向けにタイムクライシスクライシスゾーンというタイトルでプレイステーションに認植されたが日本で発売されることはなかったファミ通の発売予定リストに掲載されていたことがあったが発売中止になったと思われる2000年8月イギリスの首都ロンドン郊外に外資系電力会社ガーランドエレクトリックインダストリー社は百貨店の ドライクリークプラザ、中央広場のガーランドパーク、そして同社のロンドン支社であり、最先端の技術開発のための研究機関を設けているオフィスビル、ガーランドテクノロジーセンターが存在する複合型都市型施設、ガーランドスクウェアを設営した。ところが、オープンから2ヶ月後の2000年10月16日、ガーランドスクウェアの全施設をデリック・リンチが率いる。 イギリス政府の反体制を掲げ外資系企業を連続して襲撃している過激派、反英国テロリスト組織、アーダが選挙、大勢の人質を取り、多額の身の白金を要求した。首都ロンドンに極めて近く、外資系の企業が経営する注目のスポットであるガーランドスクウェアは、アーダの格好の標的だったのである。これに対し、イギリス政府は、テロ鎮圧のため、 クロード・マクガレン率いるスコットランドヤードのタイテロ特殊部隊、スペシャルタクティカルホースの第一招待を現場に送り込んだ。アーダの戦闘員たちを次々と殲滅し、施設を逆制圧していくクロードと s t f は、ガーランドスクエアの地下 5km に隠された秘密、そしてアーダのリーダー、デリック・リンチの目的を知ることとなる。 ガーランドスクエア選挙事件から6ヶ月後の2001年4月、デリック・リンチの副官であり、彼が亡き後新たなリーダーとなったジャレット・ハンターが、STF への復讐のため、アーダの残党を、再度率いて、グラスマーケット地区を選挙。STF のケスラー司令官の娘、メリッサを人質に取られてしまう。ケスラー司令官は、再度、クロード・マクガレン率いる STF 第一招待を、 現場に送り込む決断をし、新たなる戦いが繰り広げられることになる。以上のステージは、プレイヤーが行きたいステージを選択、順不動でクリアする。その直後、次に紹介する、最終ステージに挑む。なお、同じステージでも後に選ぶと難易度が高くなる。なお、アーケード版ではシーンごとの制限時間が、 ナムイド設定により異なり、標準設定では35秒であるが、ハード以上で30秒、Easy 設定で40秒、ベリー Easy 設定で50秒に設定される。PS2 版ではモードにより制限時間が異なっており、敵兵の登場数が全体的に増加している、と、パターンもアーケード版とは大きく異なっている場面がある。PS2 版のスペシャルモードでは、 タイムクライシス3と同様の回避動作中にワンコンのトリガーを引くことで使用する銃を切り替えるウェポンセレクトシステムが導入されている。所持弾数が制限されていたが、リロード不要だった3のサブウェポンとは異なり、いずれのサブウェポンも相弾数が設定されており、隠れることによりリロードする必要がある。PS2 版スペシャルモードで、 隊長戦闘員を倒すといける特定のポイントでのみ使用可能な武器。STF とはスコットランドヤードの誇る対テロ特殊部隊である。作中ではクロード・マクガレンが率いる第一小隊がガーダによるガーランドスクエア選挙事件及びグラスマーケット地区選挙事件に出動している。ステア TMP をベースとしたマシンピストルを標準装備としている。また、 ヘルメットに固定搭載されているゴーグル型 HUD には相手の銃口の向きを計測し、それが自分に向いていればクライシスサイトというロックオンサイトがその相手に表示され、その直後に相手の銃撃が当たることを放置してくれる。このゴーグル型 HUD の色はアーケード版では隊長兵は赤色で他の隊員は黄色である。 PS2 班ではデザインが変更されており、戦闘服が濃紺から黒、防弾装備がグレーから白、ゴーグルが対一ユーリーが黒へと変更されている。今回の敵となる勢力で反対性のテロリスト集団、英国を壊滅させる計画を実行せんと、ガーランドスクウェアを占拠する。また、テロリスト組織ではあるが様々な最新兵器を保有しており、 ガーランドスクエア選挙事件では、それぞれ1台のみだが、重武装の主力戦車と大型攻撃ヘリ、数機ものジャイロヘリを使用し、グラスマーケット地区選挙事件では、最新技術を用いた多脚ステルス戦車や、ジェットパック、屈折レーザー兵器搭載の武装クルーザーをも使用している。STF の隊員たちと同様に、 アーダの戦闘員たちも PS2 班ではデリックを覗きベレー帽をつけていないとデザインが大幅に変更されている。アーダ特殊工作員両者ともガーランドテクノロジーセンターに登場、ボス戦前にも単独で交戦する。アーダ幹部アーダ戦闘員的兵の名称についての公式発表がないため外見、役割等から判断した名称で紹介する。ただし、 ボスキャラクターと同様に一般兵も PS2 班ではデザインが大幅に変更されている。ありがとうございます。